私は今です。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は10月31日のお昼前でございます。え今日はハロウィンの日ですね。で、なんかねハロウィンって聞くと心が踊るんですよ。うん、えっ、ー、と私の中で大きな思い出というのは。 カナダのホームステイ先のお母さんが当時、えー、私がホームステイをさせていただいていた時に小さな女の子が2人いたんですよえっ、ー、とね9歳ぐらいと8歳8歳5歳ぐらいだったかなうんちょっとね記憶もおぼろげになってきております随分昔のことですのででもあの可いい女の子が2人いたんですけれどもお母さんがそのハロウィンに そのハロウィンのための衣装をね、あの手作りしたいしてあげてたんです。あのね、あの本当にあの大きなショッピングモールでも行けばいっぱい売ってるんですよね。いろんなのが。でもお母さんは私はって私の考えでということで、あの一つ一つ手作りをしてあげるって決めているのよって言って、あのね白雪姫だったかなそういうドレスとかこうね塗ってるんですよ。それがね私の本 普通に縫い物とかが苦手でまあ、ボタンつけたり、雑巾縫うぐらいしかできませんので、なんかね。すごくね。わあ、素晴らしいなと思って見ていたのを覚えております。うん、あとね。パンプキンパイ大好きです。私はいでえー、っとお話戻しますね。戻すというか、えー、お話に入ります、えー、昨日の日本の魔物のお話ですよ。日本の化け物のお話です。 えーと令和6年秋の園遊会が、えー、開かれましたがその時のあの並び順またあの並び順でしたね,ねあの並び順の真意をカードに聞いてみようと思いました一体なぜあんな並び順になるのかということをカードに聞いておりますそれではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います早速始めさせていただきます 32番逆これはこれはあ一味の仕業ですね、うん。いろいろあると思ったんです私は。もしかしたらうーん何か深いシーンごシーンがあってとかいろいろ思ったんですけど、カードはあくまでカード売らないんですが、これこれが示しているのは一味だと思います。えっ、ー、とね一味にとってもう時間が不利に働いている時間が足りないんです。 うん、十分な時間がない一味の目的を遂げようとすると時間が足りないそんな状況になっていることが現れてますなので一味の目標を逃さないために一味の目的を失敗することのないように早急に取り組むというそういうのが出てるんですうんそういうのが出てますそのためにあの並び順 <laughs> 次いきます笑い事じゃないですけどね本当に。 コンサルタント出ましたねこれ今回はキーだと思います、うん、これはいろいろな女性を当てはめることはできますがキーだと思いますこれはアドバイスを求める女性なんです毎回申しますが椅子を持ってきてどうぞおかけくださいとねアドバイスを求めているんですどなたにでしょうかねねええー、とねそしてこの もう女性と言わなくてもいいでしょう皆様これ女と言わせていただきます。これキーにしか見えないので。この女は問題の解決に協力的です。もうね、もう何をすることもいとわないぐらいです。それぐらい協力的。うん。やぶさかではないとか、こういうの言葉が来るんです。うん。協力的です。で、あの、忘れもしないなんですけども、私前に H をね、妊娠出産したこと。 生み、まあ、分けの時だったかもしれませんがあっみ分けだ生み分けですその,その占いをさせていただいた時にやっぱりこのカードが出てきてたんですキーでしたうん積極的な女性なんですもう何でもいたしますって感じなんですよで私どうしたらいいんですかって私っていうか私って言ってるのかねどうしたらいいですかっていうこんな感じなんですよなのでそ,のそれと同じカードが出てます 井戸は？うん、この目はどの目かな？とは思いますね。うん。この目がね。伝えていることは悪いことではないです。どのように感じるかと申します。と、これはいつものようなんですよ。男性が立っている。 なんちゃってだんだんね。でここに葬られているのはこあのこやつらの思想の中。ではね。あの目標では、あのここに女性天皇というものが葬られているはずです。これは？で、そのための何か申し渡しているようなことなんですよ。並び順これはここに出ていると思います。しかしながらなんですよ。はいはい。 そうやってお前とお前とお前は不誠実不正直なことをやっているねっていう目がここにあります。どなたの目かわかりませんがそれをじーっと見ている目です。その目があります。高いところから見ています。そんな目があります。まあ高いところじゃないかもしれませんよ。いやもうね、影かもしれないです。下からかもしれないです。 斜め上からかもしれないですどこからかが見ていますこの目にちょっと安心させられるものがありますここでも「unexpected money」ですよあっ出ました「リッチ h g これは年 <coughs> 宮殿下ですごめんなさい年宮殿下ですでここでも出ました 思いいがけないお金これね突然の思いがけないお金の満足喜びなんですでもう一つは何かビジネス事項それから、うん、契約そういうキーワードがございますなのでお金をもらって何かをしているこれはもらったお金かもしれないこれ普通に働いている人なんですよ普通に普通に働いている人です そこにドサッとこの金貨が置かれてるんです。ちょっとこれやっといてって感じなんですよね。並び順をね指示するんでしょうか。どうなんでしょうかね。ねであ、あのこれだけじゃない。ドサッと置かれるだけじゃないんですよ。例えば昇給であったり、ボーナスであったり、お小遣いであったり、まあいろいろねあのカードは表しております。まあ、とにかくお金がドサッとこう来ている感じ。そうなんですか。あのー、ね。 いま <laughs> でこれこれはもう今の問題ですこの皇位継承問題っていうのがあのもうとうとう勢いを増しているそれを表してるんです本格化しているっていうことともう一つは動き始めているっていうのが出てるんですよ。これねあの並び順にしてますけれどももう水面下では動き始めている、うん、そういう感じがしますよ。 だから一枚目のもうこれ、さっさとやらなければ時間がないっていう、そういうのが、焦りが出ていると思います。で、これはもう、年の宮殿下ですよ。年の宮殿下にとって非常にポジティブなカードです。で、毎回、あの、私の好きなお言葉なので、毎回申しますが、この女性は、このリッチだからといって、本当のお金をたくさん持っているという意味だけではなくて、うちなる富とうちなる宝物を有するような、そんな女性ですよと。で、 この女性が象徴しているのは、本当に象徴なんですよ。天皇ですよ。象徴ですよ。国民の満足、国民の喜び、歓喜、それから国とか皇室とか国民の健全性を象徴している存在なんです。このお方ですと国は健全だという、そういう象徴になるんですよ。今の陛下、大変ですよ。大変ですけど、陛下、両陛下は健全なお方です。 でももしもアーケに行ったらこの国どうなりますか真逆ですよ本当にあちょっとお話戻りますなのでこういう状態なのでこのカード意味していることをね伝え忘れましたお金をもらってあの並び順にしている人がいるってことですそれかもらっている人ですよもらっている人そういうことです オンセンシ出てますこれは、うん、本当にねあのー、キーなんかの例えばこのねコンサルタントっていうのが出ていたのでこれキーとしますと、えー、なんかキー中で誰かとできてんじゃないのぐらいのことを下世話なことをね下品にも思ってしまいますが、まあ、ちょっとそこは置いておきましてねそれはちょっと妄想の世界に入りますので えーとカードが伝えていることは要はもうこれまで通りでいいんだとね普遍これまで通りでいいんだゆるがせにしないんだってことなんですこれコンステンシーっていうのはでいい商売してるんですよいい商売 <laughs> ねでこれは愛子さまだと思いますこのラブは年の宮殿下に対してむごい扱いこれ虐待に近いものですそういう意味ですこれ罰を与える そんな感じの気持ちが出ています。罰です。何の罰ですか国民から愛される罰なんですよ。敬愛される罰なんです。そういうふうに出ています。ハロウィンにぴったりですね。サプライズ。フェイ うん、これは「H」ですよ。H で犬ですですこれは「利益、うん」思いがけないっていうのもあるので先ほどの「unexpected money」とこれと同じことだと思いますよこれほらねこのように普通に漁をしているんですけどもあれ今回はこんな風にっていう感じなんですよ。犬になってますよ。犬になっていればこんな感じなのかもしれない。 出てますくさった本当に木誰がもう誰かいて頼んでるんじゃないでしょうねと思うぐらいですけどねでもまあちょっと置いときましてそれはね。 ことは、その一味のこう、こうなってきますともう一味なんですよ。一味の懸念、心配、不安です。心配なんですよ。このままでいくと。これね、ウィニング・ラックっていうカードです。なんかね、掛け事をして、あの、関係に行っているようなそんな感じ。そういう絵ですよ。ね。でも、今回伝えているのは、ここの懸念、不安、心配ですので、もう月も運もなくて、このままではボロ負けしそうって感じです。そういう感じなんですよ。そこまで出てます。 で、これは、おそらくなんですけれども、何か約束。お約束の。ね。それをさせているか。まあ、打ち合わせあり。そんな感じでしょうか。軽いミーティングあり。うん、そんな感じでしょうかね。予定とか、約束とか、予約とかですかね。いつもの通り、あの順でっていう感じでしょうね。前回同様とか、そういう感じでしょうか。 普通じゃないですからね、あれは。フォーチューン、リーフ。あ、出た <laughs> これ、<laughs> まだ出てますよ、夫人。まだ出てますよ。で、こことちょっと重なるんですよ、これ、こういうのは。これはね、年宮殿下が、この、 夫人から見ると、お年の宮殿下が今、ものすごくこう見えるんですつ。ついているような、そんな感じ。で、これ、奪えっていうことなんです。奪え奪えっていう感じです。どこから出てるか、ここから出てますよ。本当ですか本当に。まだ。えーうん骨折れてませんよ。次行きますよ。 ランク or administration problem。出た、キーです。プロテクター。なるほど、これにまだプロテクターがいるってことなんですね。保護者、擁護者です。まあ、惜しみないをつけようか、つけまいかちょっと迷いますが。ね、これは外国人女性です。カードがいつも伝えてきます。外国人女性だと。で、キーです。ね。キーです。で、これは今の。政権の問題。 もうなんかあの銀行も一緒にお金のこともそれからもうあ,あ陣営も全部問題です外国人女性がいてそんな中で外国人女性の保護者擁護者がしていること決めたこと、うん、そうさせたことのように出てますねこれはこのアドバイスを求める女が行った先かもしれませんね うん、この人ね全部廃墟の法則ですジョイフルプリズムリユニオンこれなんかあの順番でこうやって見ます、うん、うんってなりそうですけどこれね今までのこの出方から判断しますとこれこのままだと思いますよもう協力している 何よもうこれ見てわかりませんかもうね、並び順どころか、年宮殿下を出すなって感じなんですよ。皇后陛下の時と同じです。本当はもうこうしたいんですよ。だからもうとにかく、こうならないために、こうならないための協力ですよ、もう。それしかない。 では最後の3枚、何で出してくるかちょっと見ますね。リーリー。ああ、ウィップ。ブックが最後に来ることってね珍しいですね。これ皆さん珍しいですよ。これ最後に来たら意味があるんです。まずこれ、今回はこちらは私見た途端にああ、豊宮殿下だなと感じました。見てください、この純粋 くもう一つ付け加えてもいいですか純正って感じですよ、うん、正しいんですよ混じり気がないんですそれを表していると思います奴らにはないものなんですよごめんなさい汚いお言葉奴らとかね,ね <laughs> でも本当にないものなんですよ自分にだってメンバー挙げてみてください婦人からキーから鹿から馬からってこう女性だけ考えても どにここにれありますかある人一人もいないじゃないですか純粋さ無垢とかえ純正もそうですけどそれからこれは敬意とか、ね、国民からこう受け取る敬意とかあとね正直さ誠実さ公正さそういうのを表してるんですよこのカードはないものなんです自分たちにはでそれそれにこれ ずーっとやってきたことなんです。で、今でもやり続けていることとカードは言っています。される方は慢性的な痛みです。もう。何度も何度も同じようなことを繰り返して繰り返して意地悪したりいじめしたりしている。それが出てます。まああくまで占いですけど。ね。これは虐待とカードは言ってるんです。あまりにも激しい。もう、 すすごい振動なんですよその情熱となんとかしてやろうという情熱とそれから怒りのエネルギーなんですなのでもうどうこすとパシンパシンと最初は自分で罰を与えているつもりでももう程度も分からなくなって限度も超えて本当にねあのやってはならないことまでやってきた感じが出てるんですよ。ああくまでで占いですけどののの小学校の時の、ね、お母様が ついていかれた。それもまた裏で裏で汚たいことを言って欠かせてねえ貶としめて皇后陛下をね貶としめるだけど真実は何が起こっていたかというとというともうこんなことが行われていたってことですよねだからやむを得ず皇后陛下はついていかれたんですよそれがもうそういうこと一つとってもそういうことなんですよずっとこれだ今の並び順だってこんなもんなんですよ ただカードがちょっと面白いことを伝えてます。これブック。珍しいですよ、最後に出してくるの。大抵いつもなぜか一番目なんですよ。で、えっとね、何を思い出すかというと、このカードを思い出すんですこのカード。ちょっと上から見ている目なんです。これね、最後に言いますと、あ、上から見ている目ではないですよ、今回は。これはね、今日はダメだと言っているんです。いろいろ計画とかあるんですよ。 台本ももシナリオもでもあ台本とシナリオは同じ,同じでした物語とか書かれてるんですよ秘密の計画でも今日はダメだまだ返事をするには時期尚早だとかまだその心構えはできていないとかそんな感じなんですよだから何かを言い渡す側かもしれませんが私ちょっと今回はねもうここ悪あらん気してるんじゃないかなって気もするんです。 本当はもうかかっているどこかで無駄な抵抗だということをでも今では今はもう今は返事はできない心構えがまだできていないそれをカードは冷静に見て上から見て伝えてくれているんじゃないかなと思いますはい,まるはいまる、はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ごご視聴くださいいままししてありがとうございました 私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。